この時計はピアス社の品ですね。これも30年代か40年代に入ってからだと思いますが、初期の自動巻きの一つになります。まあ、ピアスは特殊な時計を作るのが得意でして、直進クラッチのクロノグラフも作っていますし、この時計も、ピアス社の初期の、自動巻き構造の時計ですね。裏蓋はこの4つのビスで留められるようになっています。4つビスがあります。ちょっとまだ開けてないので、中の構造は私も見たいですけれども、またちょっと開けてからお見せします。